今から200年前に伊能忠敬が日本中自分の足で歩いて地図を作る測量するってことをやってました。今は誰でもこうスマートフォン持ってもう GPS が入ってることが前提、いつでもどこでも、まあ、緯度経度を GPS 使って取得できる、その場所の情報をどうやって使っていくのかっていうことをこれからみんなで考えていく、それが1億層伊能化という言葉です。実際にこうドローンの中にも GPS って入ってるので、ドローンがどこ飛んでるのかっていうのは全部緯度経度で管理されたりします。まあ、いろんなデバイスがこれから自動運転で車とか変わってくるので、まあ、そういった車が当たり前に街中を移動していく、そこにやっぱり地図の情報が大事になります。今はドローンを世の中に役に立つように使うというところで、災害が起きた時に自分たちがドローンを飛ばして被災地の地図を素早く作るということをチャレンジしています。今一番持ってる高いものが700万します。総合的にやるゼミなんで動画もできる、動画を作りながら地図も研究できる、社会貢献しながら動画を作るっていう活動をしています。ユースマッパーズっていうのはまず世界各国の大学、カメラ見ちゃうわ、世界各国の大学にあって、で日本で初めて立ち上げられたのがこの青山学院大学で、海外の国際会議にも登壇したりして話してます。このゼミのやばいとこは機材が多すぎて研究室が狭いところですかね。まず何でも自主的にいろいろやっていいよみたいな先生なので、ゼミのテーマに沿って好きなように活動してます。